どうも、あざんです。今回12月20日なんと磯丸来店潜入します。プロパチステーションの磯丸さんがね、テキサスカドマに、まあ、来店するんかな。磯丸来店って強いのかっていうのをね、検証したいと思います。まあ、僕過去にね、柴田さん、ジャンジャンさんやってきたんで、今もスロット演者のトップって言ったら誰ですか、ミゲル君。モックン。誰モックン。あ、モックン。ああ、わかったわかった。あ、違いますっけ。違うな。あ、違う。まあまあ、多分人気、知名度ともに、磯丸さんじゃないかなと僕は思っているので、もう言うたらスロの最高峰に突撃取材ということで、まあ、今回打っていきたいと思います。で、まあ、抽選番号51。ここで全ての引きを使ってしまった男です。ミゲル君が172引くかぐらいですか、ね、まあ、とりあえず、ね、入場して台決めてまた動画撮りたいと思います。じゃあ行きましょう。とりあえず中入って台取ったんですけど、僕がホット無双3、ミゲル君が前回バチバチやられたアマデジの偽物語か。はい、あれは偽物でしたわ。多分アマデジで600何本ハマった後に400何本ハマりましたからね。懲りずに同じで取って、はい、とりあえず今30分打ってるんですけど、お互い普通に回ってる。バラエティコーナーそこで結構気になるだってんけど、まあ、無理そうやったらそのバラエティコーナーに逃げようと思ってたんですよ、はい、人多すぎてもう逃げられへん。とりあえず打っていこう。はい、
12時43分見ましたか皆さん。僕も連チャンするんです、やるときは。32連したから。おお、素晴らしい。もう多分まあ安泰やな。で、まあ、現状僕が投資6000円平均投資で、はい、ミゲル君が9500円、はい、で1万5500円2人で、で持ち玉が僕が、まあ、約2万発ミゲル君が約3000ぐらいか。そうです。だから約2万3000発持ってます。で、僕が売ってる台がホット無双3、ミゲル君が前回やられたアマネジの偽物、はい、僕が今23、ミゲル君が24ぐらいあるんですかね。いや、ちょっとやっぱりやな。なんか寝とんな思ってやん。いや、ちょっと他もあるな。ありますね。喋りかけてくれた人とかが、はい、今25で回ってますとか。ああ、うん、バラで普通にあんだけ回る初めてですとか、うん、なんかびっくりしましたとか言うと声もあったから、はい、全然あると。まあなんか現金さすがに再開することはもうないと思う。多分ないです。なのでまああとは分回し体制に入るけど、もう俺は腹ペコよ。朝こんな早く久しぶりに並んでなかった。いや確かに俺も腹ペコよ。しかも何も食うてないですから、うん、とりあえず飯はしっかり食う。はい、じゃあまあ戻ろう。はい、前も俺これ食ったような気がするんだけどな。当時プレゼントしたいと思います。どういう効果があるんですか。もう言ったら男の中の男になれるっていう。あ、磯さんの磯さんが。とりあえず渡すわ。はい。ありがとうございます。ごちそうさまです。いや、あの給料から3000引いておくから大丈夫。いや、高いね。200円って書いてましたよ、あれ。3000引いておくから。中間マージンってそんなもんやから。取りすぎでしょ。いや、途中保護もします。17時20分、はい、現状僕のホット無双3、25.2、 ミゲル君僕 25.4 ぐらいです。内容十分です。もう打ち切る間違いなし。何時に店が閉まるかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえず行けるとこまで行くっていう感じ で今高焼き焼き上がるのを待ってます。日曜日やし、ちょっとだけサボらして。21時11分で今回も、21時閉店となりました。途中でね急に言われたんで、でまあ早速ね収支の方報告すると、2人で現金投資15,500円、換金出玉が2人で32,842玉で、換金が117,000、差額が101,500円。たまには勝たして
まあ、ここからミゲル君にお給料を支払いして残った額が、まあ、僕の8分ということで、正直もう言うことなしやな、もう正直な。そうっすね、もう3回目やし、うん、弱かったらそもそも俺は帰るから、はい、まあ俺が打ち切ったってことはまあ強かったってことやな。普通に俺に喋りかけてくれた人もやっぱ回ってた普通に、うん、あの台も24ぐらいで回ってます、あれも25ぐらいで回ってますみたいな。ほんまに全体的に見て良かったところは、はい、パチンコのバラエティーコーナーが良かった。で一応スロットもバラエティーコーナーから結構その 4,5 の角みたいな出ましたっていう情報を結構もらったから、だからもしかしたらパチンコスロットともにバラエティーが強かった日なのかなと思います。だからもちろんメインの機種に当たりと言われるやつが 1,2 個あったり、間に当たりが 1,2 個あったりみたいな、まあおもろかったな普通には。そうですね、まあ、取った台も良かったしな俺ら、はい、あのまま僕が勝率打ち切りまして、北斗無双3の方 24.89、 ミゲル君のアマネジの偽物が 24.87 です。ああまあ十分でしょう、はい、ただまあ今日反省点はちょっと通常少なかったな。そうですね、ちょっと利息多すぎて仕事ならんかったというか甘えが出てしまった。たこ焼きも今日だし、はい、すいませんでした。あの絶対やったらあかんからな、あの丸台掴んでる人は絶対に分回さなあかんすよ。いや間違いない。たこ焼きの匂いに負けてしまった。たまにはな、俺もレンチャンするんやけどさ、はい、後半もガタ落ちよ。そうですね、レンチャンせえへんし最後俺4連単もうなんかいつもの俺やったわ最後で、はい、けど楽しかったな。磯丸さんにもね資料持って行ったんですけど、正直僕磯丸さんのイメージは正直あんまり良くなかった。今日俺その初めて磯丸さんに差し入れを持って行ったよな。持って行った時に思ったのは神対応やった。もう満面の笑みでありがとうございますみたいな、なんかちょっと好きになった。ちょっとな、ちょっとね、はい、あとはもう差し入れの方ね、もうもうすごいいいですよ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません本当に、ありがとうございます本当に。涙出てへん、止まらない。ありがとうございます。これもありがとうございます。さっきの俺の着替えが。やばい。コンビニのチョコラ BB なくなったんちゃいますこれ。俺も業者ちゃうねんからさ、チョコラ BB の。ありがとうございます。ありがとうございます。大事に飲ませてもらいます。今日は充実した一日やった。はい。まだまあ機会があったら行きたいな。はい。じゃあまあ最後に今日の動画面白かったよっていう方は高評価ボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。